誰に合わせるか、内田ゴール正面ヘディング、横谷のダイレクトシュート、ポスト直撃、詰められるか、ゴール前決まりました。前半立ち上がりゴール前詰めたんだ、横谷の最後。さあどうでしょうか、セットプレーから最後このこぼれ球、小倉が打ちました。このシュートは見事でしたね、横谷です。宇高が最後詰めて弾かれたボールを横谷、この小倉のボレー難しいですね、まあ、手も触りましたけれどね、はい、水戸の選手もね足止めてるわけじゃないんですけれども、甲府の選手が一歩早かったですよね、宇高にしても横谷にしても、はい、前半立ち上がりに横谷のゴール、そして小柳選手に第2子が生まれたということで、ゆりかごダンスで